午前7時に守礼門をスタートした睡魔アイランは、首里の19町すべてを含む 10.9km のコースをリレー方式で走るランイベントで、首里城再建に向けて地域を盛り上げようと今回初めて開催されました。県内各地から集まった60人のランナーたちは、時に苦しそうに時に楽しそうな表情で起伏の激しい首里の街を駆け抜けました。思ったより坂が多くて、見てるより走るの大変でした。普段走ることのないコースだったので、とても楽しめました。2年後の首里城復興に向けてですね、首里地域全体を盛り上げていきたいなという気持ちで始めました。首里の人たちみんなが盛り上がるようなイベントに育てていきたいなと思ってます。実行委員会では、来年は規模を拡大して睡魔アイランを開催していきたいということです。